皆さんこんにちは、こんばんは、マリカです。前回の続きからやっていきましょう。多分これ進めると夜様子見て、店の様子を見て、とりあえず評判上げたんで夜の様子を見て、それから進めていくと多分ストーリー進むと思うんで、最初ちょっと素材材料集めに行きましょう。畑見に行こう。夜まで待とう。じゃあよいしょ、調べる。収穫できない。まだ鶏さんが一匹しかいない。いつの間に遠くまで行こう。今日はそうだ、肥料を与えたところに先に行きます。こっちだった気がする。恐竜さんがいる近くだった気がするな、肥料やったところ。どこだったっけな。ここではないな。いいえ、ここでもないかったような気がする。違うよね、怖いんだよな、本当怖いんだよ。あそこだった気がする。あ、来てる来てる来てる。怖い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 。待って待って待って、いや、まかないまかない、大丈夫です、遠慮してきます。うわー、取られたやだやだ、待って待って。おい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 、おいで、ブラコ。よいしょ。お、レバー手に入れた。やったね。危ない、危ない。危ないよ。びっくりするよ。わー、一個取られたな。あ、ここだったか。人参人参巻いとく。よいしょ、ニワトリさん、間違える、読んじゃう。よし、よいしょ。お、次男さんだ。お裾分けだって、ありがとうありがとう。おー、新鮮なズッキベーコンだって。やった、ありがとう、ありがたいな、ありがてえ。こっち行けないんだよな、まだ。本当の島なんだね、海に囲まれて。向こう山だけど、すごいね。そこ行ってないのかな。行けないっぽいけど、どうやって行くんだろう。一段飛びしかできないんだよね、キャラクターが。小麦粉か。向こうはいけない。スタッフサボってるよ。戻る。どうしたの。
またイライラしてるのか。大丈夫？あ、間違えた。外、あー違うよ。外に出ちゃった。手伝おうと思ったのに。めっちゃ頑張ってんじゃん、みんな。あ、サボってたの？掃除やってたように見えたけど、大丈夫？あ、サボってるよ。バレたかじゃないよ。あ、片付けるよ。よいしょ。よいしょ。OK。で、お、見つけたって。3、あと1個じゃないか？レシピ。よしよしよし。あ、ドラコなでなでしてない今日。よしよしよし。オッケー。で、じゃあ、青か。色素緑。あ、卵は色素ないんだね。野菜緑。お肉が赤。あ、おかゆも赤なんだ。へえ、じゃあ赤にする。近くにドラゴンはいないよ。ドラゴン赤。よいしょ。赤になるのかな。大きくなったら色変わるとかじゃないよね。わかんないな。あ、ごめんごめん、ちょ野菜まだか。意外と夜になるまで長い。長いな。鳥さんいっぱい。魚はどうなってる？見に行こう。よいしょ。収穫できる。ほら、イワシ。色を巻いとく。オッケー。なんか釣りしなくても全然いけるな、お魚に関しては。この顔。猫の鳥の顔。新鮮なズキベーコンだ。ありがたい。ありがとう、ドラコ。あの猫の鳥癒されるな。よし、じゃあ戻ろうか。ちょうどいい時間か、これは。よいしょ。おお、進んだ。ストーリーが進んだ。お客さんが急いでるの。だからそんなことしてないで。やっぱり私のフライパンを持つ姿は素晴らしいわ。フライパンと奇跡のツーショット。いや、だからね、急いで料理しないと。お客さん帰っちゃったよ。あ、お客さん。わお、ちっちゃい。スプーン持ってるよ。いらっしゃいませ。変わった少年。おう、みんな安心したまえ。勇者コンチョ様が来たからな。かわいい、かわいいな。え、あ、うん、勇者様。プップ噛んじゃうな。笑うな。オイラをバカにしたら後悔するぞ。
なんだよ、スプーンって。そいつで戦うのか。ちょっとビリー言い過ぎよ。可愛い勇者さ、勇者じゃない。可愛いだと。え、あ、え、可愛いはダメなのか。勇者はかっこいいのに。ふえー、泣いてる。お、おいら勇者として旅の途中なんだぞ。一人で旅する強い男なんだ。まあまあまあ、ポンチョどうぞ座って。ほら、抜き飯勇者様、座んな。バカにするな。勇者が来たぞ。落ち着いた？今のはなかったことに。うん、よし、注文するぞ。ジュースが飲みたい。ジュースなら何でもいいぞ。了解しました。マリカ頼むね。ジュース、あ、あるんだね。わーい、砂漠を旅して喉がカラカラだったんだ。砂漠なんてあったか。いただきます。ビリーのツッコミ、鋭いツッコミ。ふう、落ち着いたぞ。これでいつもの調子が出るけど、なんでスプーンなの？勇者って剣のイメージ。甘いな、そんなの勇者ごっこしてる子供の発想だ。ふふ、これはある町の伝説の勇者の伝説の勇者から譲り受けたんだ。オイラの憧れの勇者大将。大将、彼は大食いで有名だったのだ。だからスプーンが、スプーン、あんなの勇者じゃねえよって。あら、ビリー知ってるの？別に。お、なんか関係あるのか。大して知りもないくせに勇者じゃないとか言うな。じゃあ、あんたの知ってる勇者様って何なんだよ。それはもちろんあれだよ。強くて、すごくて、かっこよくて、おこちゃまだな。そもそも譲り受けたとか嘘だろ。おいらは、どうしたの。あ、お腹痛いの。 お腹が、トイレ。早い。ビリー、子供相手に言い過ぎよ。あんな言い方しなくても。なんかあるのかな、ビリー。めっちゃ怒ってる。ふう、おいらのお腹は繊細なんだからもっと気を使えよな。ごめんね。おいらのお腹はな、前に悪い魔女と戦った時に呪いをかけられたんだ。だからおいらをいじめるやつが現れたらお腹が痛くなっちゃうんだぞ。ふーん、これは伝説の勇者大将も同じなんだ。勇者の証だ。あいつは食いすぎてよく腹を壊すだけだ。お前なんでそんなに詳しいんだ。別に、同じ村出身だからな。おお、そうなんだね。そうなのか。なあなあ大将って、もう帰れよ。外暗くなると、なんか話したくない事情があるのか。確かにもう夜になっちゃう。お家に帰った方がいいんじゃない。おいらは勇者の旅の途中なんだ。ヌンチャクするぞ、勇者は。お腹が痛い。大丈夫？痛い痛い。困ったね。困ったよね。お、宿。ここで宿来ましたか。宿があるのか。そうだな。勇者は宿に泊まるものだ。おいらが泊まってやる。勇者様がいたら心強いだろ。腹刺しながら何言ってんだか。泊まり客が来よったか。かわいい勇者様じゃな。母上殿が心配してるんじゃなかろうかの。何やら事情もありそうじゃから、しばらく様子を見ることにしようかの。うん、だね。お母さんとか心配してるっぽいけど。お客さんの料理評価は、出来栄えの他に温かい料理、冷たい料理などの好みも影響します。ああ、だからお腹下してたのか。
評価に応じてお客さんの満足度が変化します。より良い料理を作って満足度を上げましょう。だってそうなんだ、やっとか物語進行。難しいね。壁運営をスタッフがうまく回せている3段階で表す。目安なんだ、びっくりマークは。そういうこと？あー、そこ超えたら、びっくりマーク超えたら来るってことか。でも私お手伝い回数1回しかやってねえわ皿洗いしかやってない。やっとですよ、やっと来たよ。やっとストーリーが進んだね。夕方か、どうしよっかな。じゃあ来た、よし早速注文。ミパネはどうしたの？注文取る、よし。ちょい避けてくれ。頑張ってくれよ、注文取ってくれ。よいしょ。あ、なんかへこんでるマーク出てるな。難しいね。お、いいねいいね、みんなやってる。オッケー。よいしょ。オッケー。評判がすごくいいって言われてるけど、なんかだんだん増えて、徐々に増えてきてるね。勇者さんも食べてきてる。2回。おお、勇者さんどうした？おいら母ちゃんが作ってもらった餅が大好物なんだ。もちもちした食感がたまらないよな。そうなんだね。この椅子の段差のクッションの使い方すごい可愛いな。届かないんだよねテーブル可愛いな。あ、これ従業員のお部屋かい？初めて見たな。わあすごいね。これは誰の部屋？パンネマかな。これは？わあ派手だな。これはあの誰だっけ？料理するシェフの名前忘れちゃった。多分そっちじゃないか。派手だな。でこっちはジャビリーか。汚っ。片付けようよ。楽譜いっぱい落ちてっけど曲作ってるんだね、ちゃんと。すごいね。なんか音楽好きな人の部屋って感じ。でもちょっと片付けようよ。お、入ってた。すごいちゃんと部屋がなってるね。おお、いた。おー、終わったった探索してる間も終わっちゃった。お、満足だって。すごい。お、プリンの評価が変わってきた。うまいになってる。まずいと美味しいしかなかったんですけどね。プリン変わってきてるね。
ワイルドカードまずいって言ってる。もう本当に。じゃあ出来栄え上げてもダメってこと？難しいな。奥が深いな、意外と。どうしよう。お、ポンチョ。ステーキ丼うまいな。じゃあ、どれだったっけな。バーニャカウダだけか。まずいって言ってるの。やっぱさて1位だよね。バーニャカウダ一番多いのか。そういうこと。よいしょ。じゃあ寝よっか。寝ましょう。よいしょ。まあ、早いな、寝るの。おはようございます。このままやっていきましょう。よしよし。お、勇者。勇者さん。なんて？ 世話になってくれ。お、どうした？めっちゃへこんでるけど。あら、ポンチョ、眠れなかったの？顔色が悪いわよ。ホームシックか？違うやい。夜中に悪者退治に行ってて眠れなかっただけだい。悪者に小さな子供が襲われてたんだ。オイラが現れたら泣いて喜んだよ。夜中に小さい子供が？へえ。それよりビリー、大将と同じ村だったんだろ。話を聞かせてくれよ。別に何も知らねえよ。そんなわけない。村を守っている勇者なんだろ。有名人のはずだ。ああ、そうかもな。村じゃな。けど、あいつは外の世界に出たことないんだよ。あんな田舎の小さい村、そんなところで英雄だからなんだって言うんだよ。嫌ってんのかな、ビリーは。大将さんのこと分かってねえな、ビリーは。け って なんか理由がありそうだよな。お、悩みを抱えた宿泊客から好きな料理を聞き出し、料理の力でお悩みを解決しましょう、だって。プリンじゃねえわ。プルプル料理。ちょっとじいじのとこに行ってこようじゃ。料理。めっちゃ怒ったけど。じいじはどこ行った？お母さんの部屋かい？いた、やっぱり。あ、ヤバゼリーだ。フルーツゼリー。よーしよし。じゃ、ゼリー作るか。ゼリー作って、ちびっこ勇者の好きなものを聞き出そうじゃ。柿か。渋いな。砂糖。作る。あー、ナイスついちゃった。4つだ。4つか。どうしよう。おかゆ。野菜炒め結構頼む人いるよね。ゼリーにした。果物どうやって取るんだろうね。柿しか今のところ取れてないんで、もっと遠くに行けば取れるかな。
畑。収穫。レバー。安定のですね、野菜。よいしょ。卵。よいしょ。あと柿。確かそこでなってた気がする。お、間違えた。よいしょ。おお、めっちゃ端っこ。よいしょ。まだ取れるか。よいしょ。OK。どこだったっけ、確か撒いたところ、肥料撒いたところあった気がするな。あったあったあった。ん、玉ねぎ、あ、そっか。人参。よいしょ。鳥がめっちゃいるな。お、お土産。お客さんに話聞くと、料理の持ち帰りを頼まれることがあります。手持ちの料理から頼まれた料理を渡すとオレンジ。おお、そうなんだね。ああ、通して。あ、あれ、オレンジ取れてる。いつの間に。柿と一緒の木から取れたのかな。結構集まってきたな。おー、お客さん、お、ありがたい。お、ありがたい。おー、ありがたい。ちょっと待って、命も、あ、勇者さん取るよ、注文。よし、 OK。 はーい、持ってく。勇者さん椅子ちびっこ勇者の椅子、かわいいな何度見てもかわいい。やっぱステーキ丼なんだよな、勇者さん、ちびっこ勇者。片付けるよ。 OKOKOK。 よいしょ。オッケー。の、みんな仕事してる、えらいえらい。ビリー、ギターおろせや。おろそうよ、それギター。いる？いるか？とりあえずストーリーも進んだんで、今日は。このぐらいにしておきましょうか。よいしょ。2回。お、肥料ありがたい。よし。めっちゃ強気だよ。じゃあちょっと早いけど寝ますか。まだ3時だけどね。では今日はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。